何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえ。前のことは俺が一番よく分かってる。なら、もうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことさ。知るか。この場所は自分の心の真実を映す場所だ。これが俺のサインだ。貴様。あ、そうだ。サインくれ、サイン。この葉の英雄、奇跡を起こす少年、渦巻ナルト。うちの方にも一枚頼む。あの時、一楽で頼まれて、結局書かなかったサインだ。くだらねえ。里の奴らにチヤホヤされて、騙されてるだけだ、お前は。あいつらは、思い出してみろ。やれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っていうのよ。あんなにこじらされてきたのに。タコのおっさんに気づかされた。お前は俺が邪魔なのか。なら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。俺はどうすりゃいい。こんなもん簡単だろ。お前も俺なんだから、今までありがとな。どうやらうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぞ、バカ野郎。このやこれからキュービの力のコントロールをやってみるか。よっしゃ、それについてこい。どう、あの、僕もついていっていいですか。オッケー。滝の向こうがあったのか。ここでキュービと戦う。キュービと戦う。そうだ。うわ、これは見事ですね。ついてこい。この中へ入り、座って目を閉じ集中する。けど、俺とは昔修行して心の中で自分からキュービに会うことはできるようになってんだ。お前に封印したキュービの封印術はどんなんだ。絶望。え、師匠封印です。師匠封印か。鍵は持ってんのか。四代目火影が残したお前の腹の封印術を開け閉めする鍵じゃ。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。 OK、 なら扉を閉めるぜ。これからキュービとのやり取りを教える。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。よう、相変わらず目つき悪いな。なんだってば、ここにいるだろ。お前の目の前によ。どういうつもりだ。今口が塞がってんだ。見りゃわかんだろ。行くぜ。キュービが封印から出たら、自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。俺様も戦いに参戦。そうか、わしの力をコントロールする気だな。走りと組んだか。キュービの人中液とあろうものが情けない。キュービの憎しみを惑わせるんだ。強い自分の意志でそいつを防備。
思った通り。おお、超大玉の戦闘行け。わしに勝てると思っているのか。捕まえたってばよ。フートン、ラセンシュリケン、今だ。よ、あ、苦しい。なんだよこれ。やばい、負けるなナルト。バカ野郎、この野郎。お前にわしの力をコントロールすることなどできん。うるせえ。キュービの憎しみ思ったより強すぎ。耐えます。消えていなくなる。ここにいていいのよ、ナルト。ナルト。なんだ、どうしてこんなとこに人が。もうわかった。お前、キュービの正体だな。女に化けて俺を騙すつもりだったんだな。キュービの手番ね。うん、手番ね。出ないようにはしてたんだけど、興奮するとつい。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。そう、私はあなたの。あ、ずっとずっと会いたかったってばよ、母ちゃん。キュービカが止まった。母ちゃんに会ったら聞きたいことがいっぱいあったんだ。その前にキュービをおとなしくさせなきゃ。このチャクラ、クシナか。でかした、ヤマト。いや、僕の力では、ナルト自身の力で止まったようです。今ナルトは己自身の中で一人キュービと戦ってる。俺たちが手助けできるのはここまでだ。ナルトのことを思っているのであれば、今俺たちにできることはただ一つ。愛してる。すっげえ安心する。あなたを愛してる。すっげえ嬉しい。このまま監視。キュービを抑えている私のチャクラもそう持たない。多重影分身の術。くぜ、これがキュービ。ナルト、わしを怒らせたな、ナルト。やっぱすげえや、おめえは。こりゃ陸殿、覚えているナルト。おめえを悪いようにはしねえから。